はいどうもヒョードルです。天空の騎士ロデア続きをやっていきたいと思います。割とね大詰めにストーリー的にはなってきた感じでしたね。はい、じゃあチャプター18八角大爆撃計画から行ってみたいと思います。なんですかね、村が爆破されるとかそういう計画の話なのかな。あ、もう始まってた。先へ進むしかない。行こう。え？どうした？いいよ。ウィー！おっと、おっと。敵の目じまき。何使うんだ？目じまきだから。何かの位置を巻くもの？全裸の巻き時にも使うよね。時のねじ巻きね、結局なんか守ってみたいな話はしてて、なんだっけ、何に使うとかっていう話したんだっけな。なんかオープニングでしたような気もするんですけど、あんま覚えてないな。イエイ、足ゲット。虹色のとこまで行けばいいんですよね。あ、あったあった、これこれ。へー、これで一気にってほど一気にもいけないけど、まあサクッと、おー、いいねいいねいいね、シャープ、いい感じいい感じ。あ、銃だ。ここで持ち替えて、なんかいますね。何あいつ。おっと、なんか伸びてるのか、あいつ。向こうの浮島。おお、あれを使っていこう。なんだろうこれ。向こうの浮島。あー、なんかちょっと分かった気がする。つまりこの辺からあれを、ほらで、あれを追う。これで、これで向こう岸まで行けるようになった。よし、こういうことですね。なかなか便利な、プレイヤー思いだね。あ、久しぶりの扉だ。行ってみましょう。ここ行くのめっちゃ久しぶりだな。最近はもうサクッとクリアすることしか頭に置いてない感じになってたから。結構ね、こうなんかボーナスステージかと思いきや難しいんだよねここ。あ、やべ、こういうことになるんですよね。これでバリアなくなっちゃったしな。え、嘘。あー、これダメだ。いや、いけるいける。ちょっとここまで来たら悔しいし、頑張りたい。あぶねー。よーし、これでゲット。各ステージにあれだけの個数のなんかアイテムがあるんですよね。ここが通れるようになるんですね。よし。なんかメダルがね、あるみたいなんですけどね。1ステージ目ですら全然取れなかった。結構ね、がっつりこう調べたりしないと分かんないと思うんですよね。だから、おー、なんか撃つとこあるのかな。よいしょ。とりあえずパワーアップをゲットして、ここはなんだ。あー、やっぱ敵いっぱい出てくるよね。そんな感じだったよな。やばいな、あのなんかクソ強いカニみたいなやつ、あいつがいた。あれ消えたな。いたー、くそ、警戒してたのに。あー、ミスった。マジか、これまずい。あった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 、あれあれあれゲット、あれゲットしたい。
よし、とりあえずこれで。けどこれまだ危ないですね。この辺のアイテムでなんか今あったりしないのかな。あー、なんかサーチライトもいた。ほら、とりあえず倒して、なんか上に上がるとサーチライトみたいな感じなのかな。そう、けどあいつ倒しておきたいね。やっちゃうか。ほら、もう一体いる。よいしょ。この辺にバリアはないけど、あぶねー。ほら、よっしゃー、あれくらい綺麗に倒せたらいいんですけどね。あと1体の子もいた。ほら、えいし、よし。まぁ、ちょっと食らっちゃいましたけど、まぁ、問題なしと。今通信を傍受したんだけど。またさりげなくすごいことを。奴らガルーダを一斉に爆撃するって。なるほど、あの基地で待機してるみたい。ガルーダが落とされちゃうのかな。基地へ行こう。戦艦をぶっ潰す。ロダは基地の火薬庫に爆薬があるみたい。戦艦を一気に撃沈にしちゃおう。なるほどね。火薬庫に向かう。火薬ごと戦艦をぶっ壊しましょうと、そういう感じですね。火薬庫だ。扉のスイッチはあれだね。あんな目立つところにあるのか。てっぺんか。なんかめっちゃ敵が出てきそうな雰囲気。怖えな。見て、あそこから潜入できそうだよ。なるほど。あの電流、どうにかして遮らないとね。あのブロック使えそうだな。あのブロックを蹴り込むとか、そういう話になるのかな、これって。そうなんでしょうね。なんか難易度高そうだな。ほら、えい。あ、なんか扉あったけど、まあいっか。とりあえず中間。よいしょ。これでこのブロック使えそうだなって言ってたけど、あー、やっぱり。なるほどね。このブロックを蹴り込むことでバリアが塞がってましたね。おりゃ。あー、けどまあここだけでもなんとかなるのかな。うおー、うそ、何このタイミングの良さ。元に悪さ。よいしょ。はい、さっさと行けよかったんだよね。失敗した。じゃあどんどん先に進んでいきましょう。はい、じゃあこの辺のアイテム回収して、バリアに一気アップね。なんか不吉な感じするな。あら、外しちゃった。なんかがっつり敵が出てきそうな。お、危ね。よし。あら、これ倒すのすげえ大変なんだよね。ほんとやだ。これいけるかな。あ、やった、1体倒した。ほら、当たれ当たれ。よっしゃ、おりゃ。あ、スイッチあった、これだ。あ、どっか開きましたね。これどこ。あ、目の前か。あ、じゃあもうほっといていいじゃん。よし、基地に入ったぞ。ロ
これなんだろう。何ってわけでもないのか、この光は。なんか基地っぽい感じってこと？えい。だいぶ射程が。おりゃ。えい。綺麗に間抜けた。あいつら無視していいんじゃね？えい。どんどん上に上がっていこう。おお。あ、見えない見えない。あ。あー、ダメだ、遠すぎる。あー。あー、よいしょ。でこの辺に飛び移って、でこの辺に行って、よし。あー、掴まれるところがなーい、なーい。あー、やばい、これはまずい、これはまずいぞ。よいしょ。とりあえずあの中心の柱の方まで行って、あ、なんかいろいろあります。中間ポイント発見。これ鳴らして、でこれ乗っちゃえばいいのかな。おお、これで上がれる、やったね。おお、ほら、もう一発、よっしゃー、先手必勝です。ほんで、でもあと上目指せば、あーっていうかこれあるじゃん、どう。あー、ダメだー。よし、到着。このスイッチを入れれば敵がめっちゃ出てきそう。あ、こんばんは。このゲームハマりましたか？そうですね、割とね、良作って感じです。空飛ぶの慣れれば結構ね、思い通りにいって結構気持ちいいですね。ジェイッ、ほらっ、ジョーッ。あとはまあちょっとね、結構そのノリでフェイサイにかわされたっていうのもあってとりあえずサクッと全クリしちゃえみたいな、なんかそういう感じもあります。一応ね、来週にはメタルギアソリッド5が出るので、それをやろうかとね思っているので、それまでに終わらすような感じで進めてます。てかね、今日ね全クリまで行きたいんですよね。行けると思うんだよな、割と。そりゃ、これってなんだっけ、あいつ攻撃しなきゃダメなんだっけ。あー、クソ、しまった。ちょっとあいつ倒すか、うっとうしいな。うっそ、わー、マジか。なんかちょうどアタックが止まっちゃった。おりゃ、今ならいける、よし、もう一発、おっしゃー。あいつさえいなければ。あ、なんかありますね、あれ取っとこう。一気アップ、もう14機だ、めっちゃあるな。ほんでこの気球が上がってくれたらいいと思うんだけど。上がった上がった、よいしょよいしょ。おらー、待てー、ちょっともう一回もう一回。あー、届かない。まあいいや、ここまで来ればもう大丈夫。あれ、ここってもう上がったんだっけ。あー、ちょっとよく分かんなくなってきた。上がらなくていいのか。この虹のところを目指せばいいんですね。勘違い勘違い。
へい。で、ここには何もないから、これのもっと下ってことでいいのかな。ちょちょちょ、ジャンプしなくていいのよ。これのもっと下かな。どりゃ、ああこれでついたんですね。なるほど、ちょっともたもたしちゃった最後。ロデア急いで、戦艦がもうすぐ出撃する。やばい、あれなんだっけ、ガルーダ、ガルーダ、やったー、久しぶりに B 取った。もうなんかずっと CC だったんですよね。 C って多分最低だと思うんですけど、なかなかね上目指せないんだよねこのゲーム、難しいです。ガルーダが爆撃されるってことで、それを止めようって話ですね。あいつの心、ドイツの心、また新しいの来るかな。爆薬は手に入れた。じゃあ戦艦に向かって。戦艦に向かっていきます。ガルーダを爆撃するようだったのかよくわかんないですけど、爆弾を持って戦艦を沈めちゃおうと、そんな話ですね。ドイツが狙ってきてんだろうけど、さっさと移動しちゃえば、ここはさっさと移動するに限る気がするな。うおー、めっちゃ来る、めっちゃ来る、怖ーい。あぶねー。よし、脱出脱出、さっさと行こう、さっさと行こう。あれ、これ使えない？あ、使えますね。ヤッホー、オラオラオラ。あ、なんかある、なんかある、なんかある。おお、なんか戻ってきた、これそういうわけじゃないのか。おお、なんかいろいろよく分かんなかった。まあいいや、よいしょ。で、あの虹色のところを目指して進んでいきますね。おらー、しゃあ、危ねえ。下手したら食らってた。あ、バリア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 。ほら、またおっとおっと、待って待って、おーおーおお、怖い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 。あ、やべ、なんかね風に流されすぎると行動不能になっちゃうんですよね。あらこれね、後ろからビームが飛んできてるのがマジ怖い。あれ、これど、あー、くそ、あいつ倒すか。あー、外した。バリア取っといて、危ない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 、おりゃー、あー、クソ、外した、マジか。おりゃー、おっしゃー。あ、で、こいつだ、さっきと同じですね。おりゃ、もう一発けど、これでもう大丈夫っと。よし、ワンポイントに起動させないと。バリアは二重にはなんないね、多分ね。あの辺なんか、あー、なるほど。この紫のガードをかいくぐって全部のスイッチを押そうっていう話かな。
よし、割とノリでいける。オッケー、ここは簡単でしたね。動き出した。よし、ヤッホー。おい。戦艦を支える鉄骨、そこに爆薬仕掛けると吹っ飛ぶよ。どうせ勘だよな。調べたの？もう信用されてない。うわあ。あら、まだ風続いてたもんね。あのバリアーのやつを、よし、まああのバリアーのやつは、バリアーのやつっていうか、ずっとこっち向いてるやつはね、無視でも大丈夫ですね。あ、こんばんは、どうもありがとうございます。緑色のマーカーを5つ。なるほど、今度は爆薬を仕掛ける場所ってことかな。あー、あったあった、あれだね。またあの超絶ワープ野郎がいる。おりゃ、ここに爆薬を仕掛ける。なるほどね。あー、飛ばされる飛ばされる。ほら、届かない。おお、やった。やばい。ああ、あー、これはまずい。当たるですよね。ちょっと待って。ああ、危ねえ。あー、怖え。よし、これで2箇所目と。そういえば、砂漠で爆弾仕掛けた時、俺死にかけた。よし、今命を助けて。ありましたね。なんかなかなか脱出できなくて超大変だった。危ない。怖え、ほんと。ひっきりなしに飛んでくるな。これで4個、あと1個ですね。あったあった、ここだ。よし、結構スムーズに仕掛けることができました。よし、全部仕掛けたぞ。今回は離れてから爆破するからな。そしてそして、これリモコンが壊れるとかじゃないの。おい、タイマーが動いてる。びっくりだね。生きてた、こいつ生きてたんかい。ルベス、確か起動2日目にもあれを踏んでしまった。ケルベス、あれ、あれだよ、あれ。あ、ほら。およし、それはいいの。お前、生きてたのか。そうだよ、そこがびっくりポイントだろ。じゃあ特別にびっくりポイントさらに倍。昔のクイズ番組か。ゲー、お兄ちゃん、あと2分半。まずどこに行けばいいのかわかんないよ。え、あ、倒せばいいのか。ちょっと待ってー。おお、記憶をなくしたり妹に襲われたり、あんたも踏んで蹴ったりだね。踏んで蹴っちゃったの。あれは、うっそ、あ、まずい。ふぅ、やばい、この時間制限きつくない。ほら、おっしゃ。ケルベス、お前にだって心が。およし、そんなものはないんだよ。恥ずかしいな。これ近寄れないよね。けどここだ。あ、
よっしゃ、分かってるけど、いって、ほら、まだまだいける、あと1分、あー当たるかー、まあしょうがない、とりあえずバリアは急がないと、あれあいつどこ行った、おお見えない、何も見えない、あー違う、分かってるよー、おらー、よし、ちょっとビビったけど行けました。また終わらないよ、たとえ爆発したってね、私はしれっと復活するのさ、まさか何人もいるとかそういうやつ、まさかまた踏んじゃったの、いや、ちゃんと避けてるよ、よかったね、花だったのね、ケルベス起動直後のことちゃんと思い出したよ、花踏んじゃって悲しんだとかかな、まだここ機能が完全じゃなかったお前は花を踏んじゃって悲しそうにしてたよな、今だってあるじゃないか、ロデア爆発する、結局ケルベスは倒しちゃったのかな、最後に優しい心を取り戻せたんだね、ああ、ケルベスもきっと命令に心を縛られてたんだ、行こう、うん、あれってあれじゃなかったんだ、ん、ああ、なんでもない、そうか、それより最後のクロノスタワーだよ、ね、ああ、そうだな、これ壊してこいつをぶっ壊せばナーガの奴らはもうガルーラに来られない、約束ね、あ、行ってくれ、けどあのセシリア姫とか全然出てきてないんだよね、その辺が気になるな、これどうすんだろう、もうスコアはスコアは見ない、スコアは見ない、はい、じゃあどんどん次行きましょう、今日はね多分まあ徹夜まで行かないと思うんですよね、多分大丈夫だと思うけど、クリアまでやりたいですね、もうこのまま勢いでやってしまいたい、これで実はチャプター50までありましたとか言ったらちょっと笑うけど、さすがにないでしょ、ブラックオデオン、まあ、とりあえず近づくか、おー、ミサイルだ、おお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 、強化パーツは見えないな、あ、あったあったあった、これ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 、あ、嘘、マジ当たった、そりゃ目じゃないのか、どこ攻撃すりゃいいんだろうこいつ、いまいち攻撃した方が良さそうなところが見当たら、あ、いや、あの胸のところっぽいな、これはあれですね、光ってるし、近寄らせないつもりか、まだまだいける、とりあえずこれ取って、ちょっと遠すぎて遠すぎて一発でいけない、ちょっとー、あぶねー、うおー、びっくりした、おりゃー、よしゃー、これで弱点が露出するはず、いつものパターンなら、肩と頭ですかね、オッケー、とりあえずこれを飛びして、
で肩まで上がればいいのね。わお、わお、今だー、遠いな。じゃあこれ多分戻されるね。一回一回戻されるパターンですね。さすがにね、このね、この物語のノリでね、チャプター50まで行ったらちょっとさすがにね、なんだろう、もうジャンプかみたいな、人気のジャンプ漫画かってぐらい先延ばしになっちゃう。あ、まずい。あー、なんかこれあれだな、その周りにいまいち何もなくて綺麗に飛び回れない、難しいな。おっと、ここでステージの形が変わるか。あ、けど物が出てきてくれた方がいろいろ狙いやすくはなる気がするんだけど、飛びやすくなるよねやっぱね。なるほど、どうすればいいんでしょう。あのなんか上からつらら落とすみたいな、なんかそういうノリじゃないかと思うんですよね、予想ですけど。ほらやっぱりそんな気がしたんだ。つららまでどうやって行くかって話ね今度は。破片、破片、破片に届かない。うわあ、当たっちゃった。うん。打ちつける。おお、マジか。思いっきり吹っ飛ばされた。あの打ちつける瞬間を狙う感じかな。はい、もう一回、もう一回やろう。さあ。さあ打ちつけてみよう。さあ、あ、これ普通に食らうやつや、まずい。やばい、氷が追いかけてくる音がする。怖い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 。あー、やばい、まだまだ音がする、まだ音がする。あー、めっちゃ怖いこれ、音だけが寄ってくる。あー、もうまただよ。あ、まずい、これまた食らう。あ、ラッキー。何も見えないんですけど。さあさあ両手で、さあ両手で行ってみよう。君ならできるよ、君ならできるよ。きたー。あ、違う、戻されちゃった。こらこらっつって。ブリーチとかね、ブリーチとかね、2年何年とかね、年単位で同じ戦いやってたりするからな。けどブリーチ昔は好きだったもんな。やばい、これ怖い、めっちゃ怖い、これめっちゃ怖い。あの氷が追いかけてくる音がマジ怖い。これさ、マジちょっと両手で打ちつけてきてくれないんだけど、俺どうすりゃいいんだこれ。あー、当たったー。とりあえずこれ取っといて、お兄さん、あ、これもしかしてあれか、あのなんか胸のやつまた攻撃しなきゃいけないのかな。あ、これ当たるかも、
もう音が怖い、音が怖い、音が怖いよ。もしかしたら、ちょっと見えない。これ攻撃しなきゃいけなかったのかな。なんかそんな感じが。ちょっとそして何も見えない。あ、口の中入った。わお。ちょっと口の中入っちゃった。これ攻撃できたりしない？ダメか。あ、返されちゃった。あ、行っちゃった。ね、せっかくみんなが不死身してるのに気が利かないな、ほんと。まあまあ。あ、来た来た、これこれ。おっしゃー、おっしゃー。んで、ほんで、あ、やばい、あ、やばい、あ、届かない、届かない、うそー、ここまで来た、こんなに上がったのに。ちょっともう一回、もう一回お願いします。すいません、ちょっと僕は不甲斐ないばっかりに。おーし、来た、もう一回来た。さあさあ、岩を飛んでいけ。これだー、これだー。よし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 、いける。ここまで来れば。ちょ、見えない見えない見えない。どこ攻撃すればいいんだ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、もっと上？これがこれで。あ、なんかそれっぽいところが、これだ。ほら、もう一発。よっしゃー、やっと上がれたー。ああ、なんかちょっと無駄に大変だった。これでクロノスタワー全部壊したことになるんですが、終わんないよね。果たせたんだ。さすがに終わんないでしょ。ありがとう。やっぱりこのあれなのかな、セシリア姫、セシリア姫のなんかこう生まれ変わりとか。ネジ巻きを持って、おガルーダまで逃げてきたのに。全部思い出した。いやだ、一人でなんか聞きたくなんかなかった。あなたは一人じゃないわ。そう、俺たちで。セシリア、俺はセシリアを守れなかった。記憶戻ったんだね。ああ、私のことわかる？セシリアさんとの約束ね。ロデア守れたんだよ。だってロデアはガルーダを救ったんだもん。違う、俺一人じゃない。あなたは一人じゃないわ。私たちで、お前と救うの、俺で救ったんだ。時のねじ巻きの半分、お前はアルフォー、おバルキアス、全ての記憶を取り戻したんだね、ロデア。動けない。それはそう、時のねじ巻きの片割れ、セシリア姫が持っていたものだよ。こいつは天空を漂うガルーダの時を止め、ナーガ帝国の上空に固定することができる。千年前はこいつをセシリア姫が持ち出してね、僕たちはガルーダを固定できなかった。だから侵略が終わる前にガルーダはどこかへふわ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 飛んでいっちゃったわけ。あ、
やめろ。ゼンマイを巻きたいね。すごく巻きたい。なんかこの動き止めるとかめっちゃ強えやんこいつ。これが時のねじ巻きのもう一つの力なんだ。何を。時のねじ巻きは君の隠れた力を引き出すんだ。巻き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 。これこそがアールゲート。時空を超えて千年前のナーガと繋がったよ。おお、なんと、なるほど。なんだと。ほら、耳を澄ましてごらん。向こうからセシリアの悲鳴が聞こえない。ふざけるな。 R4 っていうマジコンね、ありましたね。力なんてない。千年前から細々と機械だけでやってきたんだ。 ES のやつですよね、確か。千年前のナーガはピッチピチなんだよ。ここから機械兵を呼び込めばガルーダが落ちるのも時間の問題だよ。おーど、そうはさせないと。君が吠えるのも想定内。ねえ、ロデアもいろいろ想定してごらんよ。千年前に行けば皇帝陛下を倒せるかもよ。それにセシリアなんて救えるかもしれない。所詮全ては想定内。やってみるといいよ。バルキアス、いや大丈夫か。うん、それよりロデア。あ、俺は行ってくる。千年前のナーガ帝国へ。待って、ロデア。なるほどね。なんかセシリア姫、さすがに千年経ったら死んでるやろとか思って、どうするのかと思ってたら、そういう感じでセシリア姫持ってくるわけね。なるほど。じゃあこれで千年前プロローグの時の世界ですよね。だからこれ一番最初の。手出しはさせません。時のねじ巻きにもロデアとのロデアとの約束にも。セシリア、セシリア、お、飛んでけよ。プロトタイプ R0 ギアド。この時、お、この場所に繋いでやった。それなのにまたしても救えぬとはな。己の不甲斐なさを呪え。今一度回路を断つがいい。ガラクタにもその程度の機能はあるだろう。そんな、ラスボス？心はあの時のままじゃない。俺のこの手、この右腕で、今の心で約束を果たす。行くぞ。ロデア、もうはぐれちゃったのかと思ったよ。いよ、なんでここに。ガルーダは私たちで救うの、そうでしょ。一緒に飛び込んできちゃったのね。油断するなよ。もちろん。待ってろ、ギアド。え、結局セシリア姫救えませんでしたみたいな話なのかな、これって。まさかの。さすがにそんなことないと思うんだけどな。え、嘘。え、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 ちょ、ちょ、ちょ、え待って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 、意味わかんない。これどうすんだよ。待って、マジ意味わかんないよこれ。え、だってさ、ちょっと待って、俺どうすればいいの。この下が、あ、なるほど。あ、リモコンで、あ、わかったリモコンでこう移動できますね。これ最終戦手前でいきなりゲーム性が変わるやつだ。こんなシューティングゲームじゃなかったやんロデアみたいな。これはこれで楽しいけどね。えい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 。これもうスターフォックスじゃないですか。よし
お、あーやべ、あぶねあぶねよっしゃこれ全部落とすの大変だな。で避けるターンですね。あーとわとわおおおあーあーあやった取れた取れたっていうかあれは自動で取れるっぽいですね。うわマジか。うわあれ避けるのむずすぎ。やばいこれ。あー怖い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 。よし。ちょっと。まずい、あと一発だ。うわぁ、ちょっとあの光線ちょっと追尾性高すぎ。っていうか最初からマジでやばい。これはちょっと長丁場になる気がします。ちょっとこれはこれは覚悟して見守っていただけるとありがたいかも。いやー待ってこれは俺ちょっとつまずく気配がする。あー俺が救ってほしいよ。めっちゃ出る。めっちゃ出る。はいはい。この辺からですよ。まだか。まだ吹くかな。サーチライトマジちょっと大変だと思うんですよね。へい。いけたー。ほら、これ追尾性高すぎ。わろたー。あーこれあかん。気をつけてるよ、全力で気をつけてるよ。あ、けどさっき死んだところは超えたかな、なんとか。くそやばい、これむずいよ。この下やナガ帝国の心臓部だ。ギアードを倒せば全てを終わらせられる。いやこれはまずいな。これは長丁場の予感。当たり前だろ。俺を直したの誰だと思ってるんだ。何回この会話を聞くことになるんだろうか。これでラスボスだったらもうね全クリア間近だと思うんですけど、レーザー出てくるのこれ超えてからだっけ。
うっそ。こんなとこで食らってる場合じゃないんですよ。あーくそ。あーけどいい感じ、いい感じ。ここをあーやられちまう。待って、下くそ。危ない。ちょっとなんかね、うまく操作できないんだよね、これ。この下がナガ帝国の心臓部だ。そう、ギアを通せば全てを終わらせられる。どうしよう、いけるかなこれ。不安しかないな。食いたい。よし、もうあいつらがね、攻撃する前に倒せるようになりましたね。精度上がってる。ところではね、絶対当たらないようにしたい。よしよし、上あーかまてやってもうたー。これは倒さずに避ける方がいいかもしれない。もしかしたら慎重にやればちゃんと動けるから。おし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 、こういうことじゃない、もしかして。おお、はあ、もうヒュンヒュンする、ヒュンヒュンする、これ。もう良くない？もう良くない？最新部つこ？もういいでしょ？そんな深くなくていいと思う。あーうっそ、めっちゃ普通の敵に負けた。ちょっと待って嘘でしょ？何これ。もう待って、わけわかんないの。もういいでしょ。もういいでしょ。最新部にしようよ。もうやだー。あーもうこれやり直したくない。よし。おっしゃー、早く。あーもう、うおー、くそ、あんだけ数がいると。いた。よっしゃー。いやー十分でしょう。これで死んでもこっからでしょ？それなら許す。
あ、けど普通のステージになるっぽいですね。スプラトゥーンはね、明日やりますよ。明日、明日アップデートあるんで11時からやります。よかったらそちらもよろしくお願いします。鍵を持ってるやつがいる。よし、これでこれで一安心。あの緑のところ行きゃいいのかな。あ、違うね、こういうんじゃないね、これ。これは、あ、これ敵か。おお、あー、なるほどね、持ってそうな敵がいるってことね。おらー、あれ倒せない。おらー、でこいつも倒そうという話ですね。おっしゃー、持ってないんですか。持ってるやつ教えてください。ほら、待って、やめて、撃たないで。あー、怖かった、やめてー。あー、避けちゃった。まあいいや、先行こう、先行こう。あれ取っとこう、あれ。よし、パワーアップ。あら、引っかかった。緑の光が確かこの辺にあったと思うんだけども、あ、違うか、勘違いかな。なんかね、紛らわしいんだよね。黄色いのもあって、それはなんかどうやらマップギミックっぽいんだよな。マップギミックっていうか、なんかただのマップの光。ちょ、見えない見えない。あそこにそれっぽいものがあるように見える。いた、あれじゃね。こいつ持ってたらいいな。なるほど。あ、やった、鍵発見。やったぜ。じゃね、11時からやります。スプラトゥーンの生放送は11時からです。よーし、これで扉が開きましたね。もしかしてラスボス？この先にギアードがいるんだね。ああ、あ、そうです、 AM11 時です。ごめんなさい、なんか11時11時って分かんないよね。やった、俺なんかタイムでも B 取ったの初めてじゃない、これ。もしかして、やったぜ。なんかあの、死んでるのは時間に含まれないんですね。鉄壁の超次元要塞、これまだ続きそうだな。嫌なくらい懐かしいな。いいよ、ちゃんと隠れたか。うん、何でも発見くんで見張ってるね。アールシロ、ギアド、ガラクタの分際で我に歯向かうとは、身の程わきまえ機能をつけよう。身の程わきまえ機能、俺を作ったやつら抜けてたみたいでさ。かような部屋数地表もここまでだ。この先に控えるは生きのいいものともばかり。天空に送った兵とはやってやろうじゃないか。じゃあまだがっつりステージなんですか。あのカプセルだな。ギアードは
玉座の間にいるはずだ。守りは厳重だよ、気をつけて。マジか。ロデオ、一筋縄じゃいかないな。次元空間、なるほど。出口があるみたい。ギアードのやつ変なこと言ってたね。機械兵の生きがいいとか戦力が違うとかさ。やつは水の中の生き物が大好きなんだ。見た目は一緒だけど強くなってるみたいだね。もしかして2回当たった分ぐらいのダメージが入るとか、そういうことやっちゃう感じ。もしかして、はい、ほらー、はい、はい、よいしょー、とりあえず余裕。もしかしてこんな感じでなんか行く先々の小部屋で大量の機械兵だっけ、機械兵と戦うみたいな感じ。ゲー、そういう奴らも大変だったろうな。何あれ、倒せるのあれ、真ん中だけ狙うとかそういう感じなのかな。銃落ちてないの、銃。おお、つまりアタックの角度を合わせれば。やっぱりそういう感じ。ちょっとこれ難しいんじゃないかしら。うおお、まずね、視界に、あー、くそ、このままだと、あ、まずちょっとこれはまた、これはまた難しい予感がするな。まだまだいける。これ倒さないとダメ？倒さずにいけるんじゃないこれ。おおおお、と飛びすぎたんですけど、ええちょっと待って、えほら、え嘘、今のちょうどでしょう。ダメ？ダメですか。そうですか。よいしょ。よし。待って、何も見えない。何も見えない。怖い！めっちゃ怖い！トゲが襲ってくるよ。ああ！ああ！うっそ。うわあ、まだまだいける。このまま35とか俺心折れるわ。このまま35まで続いたらとかね、マジちょっと勘弁してほしい。おっしゃ、ほんで華麗に避けたぜ。よし、あ、けどなんかやばい。あー、また来た。うー、ちょっと、おっしゃー、脱出成功。ねえ、前のあなたね、わざわざ戦わなくていいんですよ。あ、これは人型機械兵の試作品、開発コードネーム R0 として生まれたんだ。ある日、皇帝ギアードの一人娘セシリア姫が俺を専属の護衛に指名した。まだ8歳だったかな。その日から10年間俺はセシリア姫と共に過ごしたんだ。そっか、セシリア姫はギアードの娘なんだ。なんで対立してたんですかね。あー、ミスった。流れ断ち切っちゃった。よいしょ。
から入れば、よし、この滑っていけそうだ。お、滑る滑る、ちょっと待って、ちょっと待って、滑るとは、ちょっと上に上がれない。よし、これ違う違う違う、これじゃない。あー、ちょっと待って、おお、滑った滑った、なるほど、そういうことかですけどね。よいしょー、 F0 みたい。で、あそこに鈴があるね。よいしょー、貴重な中間地点。綺麗に行けなかった。あ、嘘嘘嘘嘘、ちょ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 い。そりゃ先行っちゃい。で、ここはフグ図体ですかね。そりゃ10コンボとかいけるんじゃん。そりゃ、えい、8 9 10 11 12、やべえ、めっちゃいる。おっと、あとはこれで終わりと。よし、これは伝っていけってことかな。あれ、あった、これか。おー、あー、これは、あー、待って、怖いなこれ。あ、けどまあ一回抜ければ、よいしょ、でこれでで、これ滑れるやつですね。目の前目の前、これだ。イエーイ、おーっと、おお、すげえ、一気にいった。もうなんかこの平和な感じのままギアードのとこまで行ってほしいな。ダメかな。ユッフィー。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、あの、これをゲットしてだね。で、これどこ行けばいいんだ。よくわかんないから、とりあえず上に登ってみる。ほんで、迷子、どれどれだ、あれでいいのかな、これでいいんだっけ。
なんかこういうのは通ってないような気がする。隙間を通り抜けるしかない。え、ちょっとどれが隙間なんですか。これか。隙間はいいんだけどさ、これなんつーの、飛ぶ目標になるものがなくってさ、これどうやって行けんだろう。これちょっと試しにこっちとか、あ、これ当たる、当たる気がする。これまずいな。あ、やっぱりいつか当たると思ったんだよな。今だ。あ、くそ。ここだ。おっしゃー。ちょ、今すごくない？ちょっと俺すごくない？あんなに綺麗にいくと思わんかった。ここだー。あー、このままだとやられちまう。やられちまうね。ここだ。おし、おし、このちょっとドキドキ感、ドキドキ感やばい。あれが隙間か。とりあえず近づけるところまで近づいて、よし、次、次ですね。次行けんかったわ。ここだ。あ、上がれんかった。こっちかな。段差が低いところから行った方がいけそうですね。ここだ。おお、おお、あぶねー。こんにちはーす。あー、行けたー。ガレンによけたぜ。イケボ。あ、これ今ダメだ俺。何も攻撃ができない今。攻撃ができない。これが欲しいよ。まだまだいる。おお、ちょっと、ちょっと多くない？もう1体ずつ減らすしかないわけなんですが、多すぎだろこれ。多すぎねん、多すぎねん。はい、よいしょ。じゃあもう一発、よいしょ、えい、よし。あー、びっくりした。どこか開いたの。とりあえずこれ取っときますかね。あれか、あれっぽいな。これで一元空間から帰ってこれたのかな。よし。ここはさっきのところか。ロデア、上に行けるみたいだよ。お、あー、これで一旦チャプター終わりなんだ。いい感じ。これどうしよっかな。一旦チャプターセレクト戻ろうかな。チャプターいくつまであるかって話もあるんだけど、
なんかね、1本の動画を1時間ちょっとぐらいにしておきたいっていうのもあって、ちょっと一瞬切りますね。すぐ始めます。